皆さんこんにちは。私太極拳をやってますけれども、私も太極拳すごく覚えることが苦手でした。でも太極拳は覚えようと思わなくても頭じゃなくて体で覚えるといいと思ってます。で、どうぞ、私は太極拳なんて覚えられないし、体が鈍いんだっておっしゃる方は諦めないで私の方にいらしてください。一緒に太極拳を、歳月かけて芸術まで高めましょう。待ってます。よろしく。私たち鶴見健康太極拳、いろんなグループの人がいます。体の悪い人もいますけれども、今日は楽しくやりたいと思います。皆さん座ったままでもいいですけれども、立ち上がれる人はちょっと立ってみましょうね。肩少し上げて下ろします。上げて下ろして、はい、ちょっと、はい、回してみましょう。中国では修行するときにこのままの形を何十分もやるそうです。股関節緩んでますか？ここ、膝はまっすぐですか？はい、手をまっすぐにして膝も緩めて立ち上がりましょう。大きく吸って、肩幅、肩の高さ、はい、膝と股関節緩めて、おへそのところ、はい、ボール抱えます。太極式です。今度、開放です。前に押し開くような感じで丸く広げましょう。吐いて、この手は鼻の高さ、この手は肘のとこ、お尻が出てる人はこうじゃまずいですよ。椅子に腰掛けた感じ、後ろ重心ですよ。押さえて、大きく吸って、肘を緩めて、おへそのとこ、はい、丸いボール、宇宙を抱えましょう。はい、左に重心かけて広げていきます。はい、自分の膝の上で合わせていきましょう。つま先、かかと、重心後ろですよ。かけて45度合わせましょう。はい、まあ、私太極拳はもう、かれこれ10年ぐらいやってるんですが、やっぱり太極拳の魅力というか、確かに難しい面もありますけども、やはりその、まあ、自分でやってきて感じることは、非常に体もに対してはそのいいと、なおかつそのいわゆるそのゆったりとしたその音楽の中で体を動かすという、そういう良さが非常にあると思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。